クルエラ・デビルはアニメーション映画101匹ワンちゃんに登場する架空の人物。ディズニー・ィランズの一人であり、抜群のファッションセンスを持つ冷酷非道な悪女。アメリカ映画100年のヒーローと悪役ベスト100チャートで39位を獲得した。本名はクルエラ・ド・ビルだが、作中でロジャー・アラド・クリフが彼女の冷酷さを強調してクルエラ・デビルと呼び、これが 本当の名前だと勘違いするケースも多い。なお、一部アナログレコードでは、クルエラドビューや、クレラデビルなど表記もあり、101匹ワンちゃんの実写版である映画、101とその続編、102では、クルエラデビルが正式名称となっている。有名なデザイナーだが、犬を殺して、毛皮を剥ぎコートを作る危険な毛皮マニア。左右で黒と白を分けたストレートな毛髪が特徴。 袖なしの黒いロングタイトワンピース、白い毛皮に、真っ赤な裏地のコート、真っ赤なロンググローブとパンプスを着ている。常にタバコを吸うチェーンスモーカーで、何とアニータが用意したマフィンや、紅茶の入ったティーカップを灰皿代わりにするなど、素行の悪さがうかがえる。アニータのダルメシアンであるパーディーだから、あの女は悪魔、いえ魔女だわ。と言われている。原作小説では、 縞模様がある黒と白を基調とした自動車に乗っている。アニメ映画では高級車である、ブガッティタイプ57、アトランテをモデルとした、手動運転の真っ赤なスポーツカーに乗っている。実写映画、101とその続編、102では、イギリスの名車バンサーデビルに乗っており、シボレースモールブロック V8 エンジンを搭載していた。102の結末は、アロンゾのものとなっている。また、 ワンスアポンアタイムシリーズでは、ジマゴールデンスピリットに乗っており、実写映画と同様に、車体カラーは黒と白を基調とし、車の先端部にあるナンバープレートにデブイルが表記されている。ドディー・スミスによる原作小説では、基本的にアニメ映画と同じ設定。身長が高く、白いミンクの毛皮といったクロークを被っている。毛皮承認をしている。 夫のデビル氏も存在している。毛皮マニアのクルエラは、ダルメシアンの毛皮のコートをデザインしているとき、同級生のアニタラドクリフの家で、ダルメシアンの子犬が15匹生まれたことを聞き、買い取りに出るが、アニタの夫、ロジャーに拒否されてしまう。毛皮を諦めきれないクルエラは、ジャスパーとホーレスの二人を手下に雇い、子犬を誘拐させる。他にも、 ペットショップからの購入など様々な手段でドビル屋敷に99匹の子犬を集めた。ところが部下の不注意により子犬の逃走を許してしまう。子犬たちがロンドンに向かうトラックに乗り込んで逃げるのを知るとスポーツカーを飛ばして必死に追いかけトラックを谷底に突き落とそうとする。しかしホーレスとジャスパーがドジを踏み彼らの車が 自分の車にぶつかったことで大破してしまいがけの、そこへと真っ逆さまに落ちてしまった。その時、二人に土星を浴びせ泣き崩れた。ロジャーたちが購入した農場を手にしようと、様々な手を尽くすが、失敗。本業のデザイナーとして、兄と部下に雇うなどの行動にも出ている。101匹ワンチャン2では、 アニタが農場に引っ越していたことを知らなかったが、TV シリーズでは追いかけてきているため、時間軸では、I-2-TV となる。前作に続き、再び99匹の子犬を狙うクルエラだがアニタが、引っ越したことを知り愕然とする。しかし、99匹の子犬のうちの1匹、パッチの乗った新聞記事をきっかけに、引っ越し先が農場であることを突き止める。そして、 逮捕され刑務所にいるジャスパーとホーレスの保釈金を払い深夜に子犬を誘拐する。作戦は成功したと思われたが、誘拐した子犬は98匹であり、残りの1匹であるパッチが俳優のサンダーボルトと共にやってきたため、結局は作戦に失敗してしまい、最後はブチがたくさん見えると言いながら、救急車で病院に搬送され、その回復後に危険人物として、 あっけなく逮捕された。アニタの働くファッションデザイン会社、ハウス・オブ・デビルの社長。この作品でのクルエラは、非常に傲慢で悪ら自分に逆らうものを徹底的に潰すなど自分勝手な人物として描かれ、まさに魔女と言うべき、残虐な本性を持っている。結婚を嫌をしており、結婚したアニタを、裏切り者、お悔やみ申し上げますと言い切ったばかりか。 ビデオゲームが大嫌いであり、ゲームデザイナーであるロジャーをあからさまに罵り、口答えされると開き直るほど、嫌をした。逮捕後に自身が嫌をしていたゲームで開発者のロジャーにより、悪役のモデルにされてしまい、結果的にロジャー夫妻に多額の富をもたらすという結末になった。また、アニメ版との違いとして、衣装の多様さが挙げられる。 彼女には決まった衣装というのが存在せず、真の度に違う姿で登場する。同じ衣装が二度登場することはなく、パッケージに採用されている赤字のコートも例外ではない。三年後、服役中のクルエラは、パブロフ博士の行動制御療法を受け、仮出所が許可されている。後に改心したクルエラは、エラドビルと変名し、愛犬家の活動を始める。ある日、 ロンドン島の鐘の音を聞いたことで、行動制御療法の欠点が現れてしまう。同時に邪悪な本性が再び目覚めたことで、ダルメシアンの子犬たちを狙い始める。しかし、彼女の暴走についていけなくなった、使用人のアロンゾに裏切られ、景気工場で、景気にされ再逮捕された。また、裁判所の命令により、再犯した場合、彼女の個人資産である800万ポンドは、 ステイヌホームに全額寄付されるという条件であったため、これによって彼女は一文なし、さらにはアロンゾにまで見捨てられて天外孤独になるという自業自得の結末となった。1970年代のロンドンを舞台に、クルエラの若き日の姿を描く、前日短。クルエラのモデルは、個性派女優のメアリー・ウィックスだと言われている。ちなみにメアリーは、 ラジオ版の101匹ワンちゃんでクルエラ役を声優として演じている。劇中ではクルエラ・ドビルと同名のヒットしたイメージソングも存在しており、セレーナ・ゴメスに街のクルエラというタイトルでカバーされている。クルエラの残酷さを強調した楽曲。クルエラ・ドビルを中心とするビデオゲーム101ダルメイションス、エスケープフロム・デボル・マナーと102ダルメイションス、 パピーズ・ツー・ザ・レスキューも発売された。日本では未発売。1998年の公開の映画、ファミリー・ゲーム、双子の天使にて、主人公のハリーとアニーの父親、ニックの再婚予定の相手が、財産目当ての悪女だったため、劇中でたびたび、クルエラと呼ばれている。2009年に、ミネアポリスより、舞台ミュージカル、ザ・101・ガルメーション・スムシカルとして公演された。 レイチェル・ヨークが主役のクルエラ・ド・ビルを担当する。ハウス・オブ・マウスシリーズでは比較的多く出演しているキャラクターでセリフも多い。クルエラが主人公の映画は2021年5月28日に全米公開すると発表した。ありがとうございます。